さんこんにちは、ももりんごです。みんな聞いて、今日はね、いつもと話のテイスト違うんだけど、同棲解消して今住んでるマンションに引っ越してきて、まあ、やや4ヶ月ほど経つんだけど、怖いなーって思うことがいくつかあったのね。それを今回は聞いてほしいんだけど、まあ、まず一つ目、これは一番直近でちょうど1週間前くらいのことで、まあ、ある日ももりんごが休日で予定があってお出かけしてた日だったのね。で、家に帰ったのも11時くらいで、夜も更けて、まあ、いつも通り帰ったのね。で、翌朝起きて家の近くの薬局にね、牛乳買いに行こうと思って家出たのよ。で、そしたら家の前にある150センチくらいあるね、ゴミ置き場の石の塀がね、30センチくらい半壊してたので、赤いコーンみたいなのもこうその前に2つくらいポンポンって立ってて、まあまず固まるじゃん。え、事件と思って二度見しちゃったのね。だって想像して、家のさ、エントランス前の石畳の塀が壊れてるんだよ。どんな衝撃食らったのもそうだし、高さもあるからなんでとかも思ったのよ。だって酔っ払いがさ、こう壁にぶつかってフラフラして壊れちゃったとかの次元じゃないやん。でね、ももりんごの部屋が1階なんだけど、窓開けたらすぐその石畳の塀が見えるの。で、前日予定があって11時に家に帰宅したんだけどね、まあその後友達とオンラインでスプラトゥーンで夜中まで遊んでたの。で、それやってる時になんか外誰かガヤガヤ話してるなとか思ってたんだけど、普通に自分のスプラトゥーンやってる声でイエーイとかやめろとかうるさくて、こう外が騒がしいのも自分が騒がしいのも休みの日だからしょうがないくらいで思ってたのよ。まあ外は本当になんかおばさまたちの真夜中の井戸端会議とかしてただけかもしれないし、まあいつ壊れたのかは分かんないんだけどね。まあ1階だから塀から近いのよ。だからさ、ワンチャンももりんごの現実逃避のスプラがうるさすぎて誰かがこう外で切れて破壊してたらどうしようとかもちょっと心配だったんだけど、まあそれでね、2日後くらいに工事の人来て直してたんだけど、ちょい怖くない？まあ、予想は誰かがこう夜中に工具ぶん回して破壊したっていうよりは、まあ、大型トラックかなんかの荷台が、まあ、なぜか引っかかっちゃったとか、バックに相当勢いあって失敗しましたとかかなと思ってたんだけど、まあ意図的に壊されてたら普通に恐怖だなってめっちゃ思って、まあ一応その理由とかは闇落ちしてんだけど、まあそれが一つ目ね。で、二つ目なんだけど、これはなんかももりんごが入居してからまあ約1ヶ月後くらいに、あのももりんごの部屋の上の階に、真上の階に引っ越してきた20代前半ぐらいの、まあ、女の子がいて、結構家出る時とかにエントランスとかですれ違うこと多いんだけど、まあ、こっちがあって、まあ、こんにちはって軽くね会釈してもその子はクールにスルーって感じなのね。え、聞こえてる？聞こえてない？何丁なの？みたいな感じで毎回毎回スルーされるんだけど、まあでもさ、ももりんご的にはご近所さんには愛想振りまいとかないとご近所トラブル怖いやん。だから選挙張りの挨拶運動してるんだけど、どうやらその子いつもももりんごがね、在宅勤務終わって買い物に行くぞくらいの時間に家出て、まあどっか出勤してるような感じなのね。で、結構足とかも服装もねバンバン出して若い感じなんだけど、多分こう夜のお仕事専任の子なのかなって最近ちょっと思ってて、
でね、なんかその子いつも男の人連れてマンション入っていくのね。で最初はその子と同じ年のくらいの若めのひょろっとした理系大学生ですみたいな男の子と一緒に家に入っていくこと多かったから、カップルで同棲してるのかなって思ってて、でもある日突然ね、おじさんみたいな人も一緒に連れて行くの入ったり入っていくの見たりとかして、え、お父さんもしかして話題のパパ活やっちゃってる系とかいろいろ想像して、結構な頻度ででも連れてくる男違うのよ。それでさ、ある日エントランスのポストあたりでその子が先にマンションに入っていくのを前に見て、でモモリンゴも後からそろーりそろーりマンション入っていってたんだけど、でね、ポストの前に行ってその子がポストを開けるなり、なんか急に誰だよこれ入れたの、バーンって言ってポスト叩いて一人でなんか怒って怒鳴ってたのね。で後ろにいたモモリンゴは怖ーと思ってちょっとマンション前で固まってずっとその子見てたんだけど、もうそのポストに逆に何が入ってたのみたいな、え、生協のチラシそんなにうざいと思って、まあちょっと切れやすいなんか狂犬病を患ってる方なのかなみたいな思って、まああんまりちょっとやっぱ関わりたくないなって思いながら、まあ一旦忘れることにして家入ったんだけど、でそしたらね、ある日、まあ土平日の夜中の11時ぐらいとかにね、マンションの廊下でめっちゃ喧嘩してる女同士の声聞こえて、うるせえんだよお前ふざけんなよとかね、怒鳴り声聞こえながら、まあ、ドタドタして、でなんか一応エレベーターもねうちのマンションあるんだけど、まあ、階段もあって、でなぜか階段をなんか上がり下がりしながら喧嘩してるの。でそういうまあ声聞こえて、でも まさかあの子じゃないよなと思いつつ、まあ、別室のどっかの仲良し姉妹のテレビのチャンネルの取り合いぐらいでね会ってくれと思いながら、まあ、ちょっと怖かったんだけど、まあ、もうモモリンゴ的には怖いから姉妹喧嘩だと解釈してね寝るようにしたのよ。都合いいでしょ。でそしたら翌日ね、また夜中の12時ぐらいよ、モモリンゴの家がまあ1階っていうの行ったんだけど、でまあ窓の外にね、まあ、金髪のなんか女の子が立っててね、でマンション側向いてなんか上に向かって叫んでるわけよ。でなんか早く降りてこいよ卑怯者とか言って、明らかに上のねあのパパ活女子に向かって言ってんのよ。もう勝手にパパ活女子とか言っちゃってんだけど、でそれでなんかすぐ上の子が家入れたっぽくて、1時間後くらいに、まあ、その金髪の子も帰ってたっぽいんだけど、夜中の12時に怒鳴り声怖すぎない？何を連日そんな喧嘩になるのよ、男関係みたいな、羨ましいなとか思っててさ、マジ怖かったんだよね。しかも金髪ギャルとか久しぶりに見たしさ、もう夜中にやめて、ほんと。で3つ目ね、続いてこれまた、まあ、夏のね8月の土平日よ、モモリンゴの、まあ、在宅勤務中に昼休憩でねお昼ご飯をコンビニに買いに行こうとした時に、マンションのこうエントランスの外に出る自動扉をね開けて出てくるんだけど、そしたら床に約5センチくらいのなぜか血痕が擦れた跡と、どこから入ってきたのってくらいの葉っぱがさーって散乱してたの床に。でそれ見て昼からめっちゃもうドギマギというか心臓がもう波打ってて、で在宅勤務中もね、え、事件乱闘なんで違うみたいな、めっちゃ不安になってね、マジでどこぞの高校生探偵のかのごとく考察しまくっちゃってさ、だってさ酔っ払ってどこかにぶつけて鼻血とかの話じゃないじゃん、葉っぱ散乱してんだよドア前にさ、家の周りにもさ木も植木もないのにさ、完全にどっかから持ってきて喧嘩起こって投げ込まれてるやんって
でもあそこでまたよぎるわけよ。まさかパパ活女子たちの深夜の喧嘩事件の延長でもしかして殴り合いの喧嘩始めたみたいな。事件起こったとしたら、まあ夜中か早朝かなってまあ思っててね。でもモリンゴは結構普段物音とかで起きちゃうくらい敏感な方なんだけど、起きないってことは、まあ、割かし静かな乱闘だったのかなみたいな。まあとにかくさ、それ見て仕事集中できないくらい気になっちゃってさ、1時間に1回くらいその現場を見に行って、まだあるよなみたいな、清掃されてないかなって確認しに行ってたのね。で夕方くらいでもまだ残ってたから、なんかちょっと怖いし、一応管理会社に連絡したのよ。ちょっとエントランスに血痕と葉っぱがーって。まあそしたらなんか あっさり分かりました、片付けますねだけ言われてさ、でその後1時間後くらいに見に行ったら掃除されてたんだよね。でね、これだけかと思うじゃん。そしたらその3日後ぐらいにモモリンゴがね、出社の日だったから仕事終わって夜に帰宅したの。そしたらね、今度は自動扉にタラーって垂れてる血がついてたの。今度は葉っぱはなかったんだけど、え、またと思って、もう気絶しそうになったよね。しかも今度は垂れてると思って、その垂れてるね、位置が高くて、モモリンゴの身長がまあ154センチくらいで、それよりも20センチくらいは高い位置にあったの。だから170後半ないと多分つかないし、これは酔っ払ってこう自動扉に誰か激突したのかって思ってたんだけど、まあそしたら上のね、パパ活女子ではないかなって思って、その子はモモリンゴと身長同じくらいだからさ。まあでもパパ活同士のパッパ同士の乱闘もさ、ワンチャンありえるよね。俺が真のパパだ、お前は2番手だろうが、ワンパンみたいなね。まあ、とりあえず何かの事件かもしれないと思ってさ、すかさずさ、その結婚の写真とかは撮っちゃったよね、パシャっつって。で、こんな身近で、こう誰のかのも知らないね、血を2件も見るとさ、思ってなかったからさ、怖すぎて身の毛がよだったよ。一応さ、まあ、これ8月に起こって、それ以来結婚はさすがに見てないんだけど、まあ、住んで4ヶ月で、こんな怖いこと連発した話ね。てかさ、上のパパ活女子、2階だからわかんないんだけど、一向にカーテンをつけてないんだよね。もう夜はシャッター閉めて昼は開けてるって感じで、まあ、近くに高い建物ないからさ、見られなそうだけど、もっと用心しろよってめっちゃ思うわ。みんなもさ、マンショントラブルってある？こう今まで一人暮らし同棲とかしてきてさ、今までこんなにさ、なんかちょっと不可解なことさ、連発したことなかったからさ、今回ビビったのよ、本当に。もうさ、そのうちさ、なんかピンポンされて誰もいなかったとかさ、玄関扉の覗き穴から人の目が見えるとかありそう。これ伏線じゃないからね。まあ、こんな感じで、まあ一人暮らし始めてちょっと怖かったっていう出来事だったんだけど、はぁーみたいな。なんかゴキブリ出てさ、ちょっと倒せなくて怖いとかそういう次元じゃないじゃん。もう何みたいな。まあ一応ね、オートロックはある物件には住んでるんだけどさ、怖いよね、ほんと。一人暮らしの女性の方、気をつけましょうね。まあ、今回はそんな感じでした。じゃあ聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。バイバーイ。